はい、いつもありがとうございます。前回のエアマックス96リペアが一段落しまして、次のリペア、はい、決まっております。はい、エアマックス95イエローグラデになります。いやー、なのですね、やっと、程度と、金額的にもいいものがあったので購入しました。はい、今回ですね、結構ですねいいです。デッドストックのエアマックス95イエローグラデ、すごくこれ買った人のコンボ綺麗でですね、感動しました。自分メルカリとかフォークとか出るときこんな綺麗なコンボしないなってぐらい綺麗で、はい、でもこういうコンボを見ると自分の、こういう売買のコンボを見直すべきだなと思っちゃいました。でこちら、はい、今回はエアマックス95、97年復刻のデッドストックになります。やっぱり状態かなり、まあ加水は分解はもうしょうがないんですけども、見ていただくと分かる通りですね、綺麗ですね。もうあのこのよくこの MX95 のこの、かかとの部分の反射のところ劣化するとひび割れとか出るんですけど、出てないですし、しかしこのエアユニット下からの映像かなりかっこいいですね。ポロッと取れちゃいました。はい、もう手で触るとですね、もうポロポロ落ちちゃうぐらいの感じです。まあ、ちょっとデッドストックとはいえですね、この、靴ひも部分の、ところは少し色あせがありましたが、もう状態かなりいいんじゃないでしょうか。はい、で、この後はちょっと今日はこの商品紹介だけで、アセトンやったりですねはしないんですが、この、やる前のポイントとして、加水分解したこの黒いのが意外と付着しがちなんですね。で、これこの付着してるやつは私のただ経験で少ないんですけど、アセトン入れる前に、綺麗にした方がいいです。まあ、掃除機とか掃除機ですか、掃除機が一番いいんですかね。バーッと吸い込む、もしくはブロワーとかで全部拭いてもらって、そこは多分かなり綺麗にやった方がいいですね。なぜかというと、このアセトンを流し込んで、しまった後だとこの黒いのが非常に取れづらくなるんですね。なので、まあ、そこは要注意点かなと。これかなり状態いいですね、かっこいいです。これ中敷きちょっと映りきれてないんですけど、もうまんま残ってるので、あとは本当に仕上がるのが楽しみなぐらいの、もうこのアッパー部分だけ見ててもちょっとかっこいいですね、やっぱり。いやー、いいですね、いいです。ちょっとやるのが楽しみです。ただですね、まだ残念なことにドナーが決まってません。はい、ちょっと今回のドナーはこだわってで探したいなとは思ってるんですけども、そうですね、ドナー、まあ、ちょっと変なのはやらないつもりで、また、ベイパーマックス持ってきたりはしないです。はい、今回は真剣にやっていきたいと思いますので、今回パート1でしたが、パート2、パート3とまたどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Looking up at the stars, up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart.